戦車は79式戦車の車体をベースに開発された中国発の第2世代主力戦車である。ソ連戦車のコピー品だった59式戦車や69式戦車と異なり、NATO 規格の 105mm ライフル砲やイギリス製の射撃統制システム、西ドイツ製のエンジンなど、積極的に西側の戦車技術を取り込み、自国開発を目指した戦車であった。 正式採用されたものの発展型の88式戦車と異なり海外への輸出に失敗したため本格的な生産は行われなかった。対立状態にあった中祖は1969年にウスリー川のダマンスキー島で軍事衝突に至った。第一世代戦車である59式戦車はソ連からの 軍事技術供与で量産することができるようになったもののソ連軍の戦車に対抗できる第二世代の戦車開発を自国で行う必要性に迫られることとなった当初は西ドイツのクラウス・マフファイ社に代表団を派遣してレオパルト2の購入またはライセンス生産を検討するも外貨不足で実現しなかったため西ドイツ製のエンジンなど 当時の第二世代戦車の最新技術を取り入れた国産戦車の開発を決定した。そこで79式戦車の車体をベースに試作案が作成され、1980年代から開発が始まり、1985年に内モンゴル自治区の617工場でプロトタイプが完成、1988年に正式採用された。 80式戦車の車体は79式戦車をベースに、車体全体を大型化し、大型天輪5個から上部支持輪を持つ小型天輪6個へ変更した。砲塔はソ連軍戦車独特の被弾軽視を重視したおアン型デザインを引き継ぐが、手法は西側の NATO 規格の 105mm ライフル砲を採用した。この他にも微構造複式暗視装置や、 アナログ式弾道コンピュータ、レーザー測定器などを導入した。その後も、砲塔前面部の弾薬搭載スペースの排除や、搭載弾数の増加、エラの追加などの回収が行われ、新たに小型された、レーザー測定器の搭載、砲塔前面に、対ヒート弾対策の追加装甲、新型の対 NBC 加圧システムが加えられ、80通式戦車として、プロトタイプが製造され、 輸出モデルとして、売り込みが行われるも採用国はなく、それ以降量産されることはなかった。ありがとうございます。